いらっしゃいませ、ASMR 屋さんです。本日はですね、今流行りのフォールガイズというゲームをプレイしていきます。普段の ASMR 投稿とは違ってちょっとうるさい動画になってしまうと思うんですけど、今回は目標を決めてですね、こちらのゲームプレイしたいと思います。フォールガイズはオンラインで60人で対戦するゲームなんですけど、60人の中の1位を目指して頑張りたいと思います。さあ早速いきます、レッツゴー。1位はまだ取ったことなくて、さらに私はゲームが好きなんですけど下手なのでかなり果てしない長い旅になると思いますが、お付き合いいただければなと思います。今オンラインでプレイしてる方々が集まったらゲームが開始です。フォールガイズ結構 Twitter とか YouTube とかでも今話題ですけど、初めて見る方とかもいらっしゃるのかな。その人もいるかと思うので、少し説明しながらやっていきます。最初はヒットパレードというステージですね。このステージではゴールを目指すんですけど、どんどんこの60人の参加者が減っていくんですね。減ってちゃうんですよ。だからまずは今右上に書いてある60人中の39人を目指して今はゴールへただ走り続けています。ちょっとねえ、お願い通らせて。よしやん、怖い、あん、やなやな、ほえはい。でここのアーチがゴールです。結構早めに着きました。やったー、えい、ラウンドクリア、1ラウンド目クリアしました。でこのラウンドが5ラウンドあります。5ラウンド中の1ラウンド目をクリアしました。で最後になると誰が1位になるのかっていう戦いをします。3日前にダウンロードしたんですけど結構ハマってます寝る前とかにやったりしてます。すごい。スライムクライム、俺ゴール目指すんですけど、これもめっちゃくちゃ苦手です。多分まだ1回もゴールしたことないやつ今回はいいとこ見せられるかな。頑張ります。もう大混雑、密すごいすごい、怖いよ、うわでこのピンクのスライムの中に落ちると即失格です。スライムも下から迫ってきてます。ね、やだやだやだ、痛い、ここ超苦手なんですよ。ね、待って、本当に密、やだ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 、待って、お願い、密すぎる。これラストチャンスかな。ね、お願い、本当にお願い、ブルブルブル、最悪だ、もう本当にこのステージ苦手です。ダメだ、はい、めげずに2回戦目行ってまいります。あんまりね、地声で話したことないんですけど、さっきちょっとテストで録音してみたらすっごい舌足らずだったので、今すごい滑舌よく話すように心がけています。なんかスーの言い方がなんかチューみたいな、 TH みたいな、英語の TH みたいな発音になってて、すごい自分で気持ち悪いなって思ったんで滑舌よく話しています。マットゥみたいなはい、1ラウンド目ぐるぐるファイト行ってきます。ハキハキ喋りますよ、ハキハキ。普段の ASMR とは違ってささやきませんからね。これもね、すごい得意です。これもっていい、さっき言ったっけなこれ結構得意なステージです。このね、ぐるぐる回ってるボールに当たりに行くのが上級者のテクニックらしいです。やめてー、これにぶつかると結構早くつくんですよね。ねえねえ、みんなどうしてそんなことをするの。ねえ
もう巻き込み事故がすごい。よいしょ。あー、よし、通りました。これ夢中になってるとちょっと滑舌を気にできないですね。なんか止まってない、なんか誰かにギュッてされて、えい。じゃあここですね。ここもう脱落者続出。えい。あれを、あー。よし、もう一回頑張ります。こっからが一番早いんです。うひょーい。このプロペラを通り抜けたらめちゃめちゃゴールへ近いんですよ。私は諦めない。どー、やばいやばい。よいしょ、通れました。よっしゃー。で、あとはゴールが目前と。あーっ、あねえ、願い。よいしょ、ここ、あー、ここです、今です。いー、やめだー。最悪。3戦目いきます。いやー、惜しいことをしました。すごい、自分の滑舌の悪さに気づいてからすごい話しにくくなりました。なんかもう TH が気になっちゃうんですよね。お、シーソーゲームです。シーソーゲームはシーソーから落ちないように突き進んでいくゲームです。レッツゴー。これ結構得意なんですよね、このステージ。よいしょ、えい。おーっと、やばい、巻き込まれる。よいしょ、これいけるかな。落ちどころが悪いとコロコロって転がっていっちゃうんですよね。ね、ちょっと傾きすぎ。どうしたらこんな傾くの、おかしいって。やばいやばい、なんか変な人いる。白い滑ってる人いた。よし、乗れるか。乗れた。いやー、あー、やばい、間違えた、こっちじゃないですね。お、いける。ちょっと滑舌本当に悪いから気をつけなきゃ。いける。よし、あのアーチがゴールです。なんか変な人いる。あー、ちょっと焦りは禁物。やっと早とちりしちゃいました。おらおらって言っちゃった。もう一人でやってる時はすごい騒いでます。ちょねえ、事故。間に合うかな、あと20人です。あ、今行ったら落ちますね、確実に。ここで落ちる。ちょねえ、やばい。あー、これはちょっと難しそうですね。あとだって10人11人。うわ、どっち行けばいいのこれ。へえ、ちょっとピンクもや、ピンク。あ、でもまだ10人枠がある。あ、無理、どうしてこんな傾くことがあるの。あ、いける。あ、ダメだ、あと3人だ。無理だこれは。え、ワンチャンある。ねえ、あと1人。うん、あー、ダメでした。得意なステージとか言ったったのに。ゲーム実況をやるの初めてなんですけど、プレステ4ってすごいですね。ゲーム実況機能が最初から搭載されてて、すごい簡単にね、今も録画できてるので。グラフィックボードみたいなやんないとできないじゃないですか、普通ゲーム実況とかって。マイク付きのヘッドセットだけで今録画できてるので、本当にすごい。さあ、ヒットパレード、さっきやりましたね。さっきはゴールしたっけ。ゴーゴー、レッツゴー。
うん、ここの雪崩が怖い、いつも怖い怖い。密です、密です、密です。ねえ、ちょ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 、ねえ、ほんとにどうなっちゃってんですか。ソーシャルディスタンス。なんかすんごい飛んでる人いる。やめてー。よし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 、これもう得意ですね。すぐ得意っていう。えい、やったー。1ラウンドクリアするのにも必死。次のステージは何でしょう。溜め込み合戦。あ、これまだ2回ぐらいしかプレイしたことないかもしれない。これはチーム戦で、自分の色のチーム、あ、自分のチームの色の、あ、自分のチーム、あ、え、あ、ボールを、サッカーみたいに、いや、サッカーでもないな。陣地に溜め込みましょうっていう、やつです。なんで、相手チームにあるボールを、えい!奪って、自分の陣地に押し込むと。ちょっと青が一個もないじゃないですか。やばいやばい。上のね、この数字のところが、それぞれのチームの得点です。待って、赤がすごいことになってる。赤が、あ、でも、あ、黄色狙うか、これは。黄色を、あえて狙う。赤にあるから。黄色に、こういうゲーム、スプラトゥーンとか結構やってたんですけど、こういうゲームやっぱ終盤がね、一番大事なんで。よし、これで、今は、4点!よし!このステージで脱落するチームは、1チームだけなんで、最下位にならなければ大丈夫。あ、ちょ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 !おー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 !あ、でも、あ、でも今、青が今、トップです。いやーん。奪っちゃうぞ、奪っちゃうぞ。あれ、赤がすごい、さっき6点だったのに2点になっちゃってますね。赤頑張ってます。でも向こう自分のチームにいっぱいボールが3点もあるので、あと5秒。よし、やったー、すごい。最終的に、え、何何、オーバータイム、なんで、なんか出ました、引き分けみたいな。まあ、でもこれは負けなそうですね。なんで延長になったんだろう。やったー、トロフィーもゲットしました。やったね。ちゃんと滑舌よく話せてますか。中になってないですか、 TH に。さあ、結構私にしてはなかなか進めている方ですね。いつも2ラウンド目ぐらいで負けてるのに。サバイバル、ジャンプクラブ、回転するポールを避けよう。ありました、頑張ります。なんかこれ床が勝手に落ちちゃうバージョンもあったんですけど、それとは違うのかな。あれ、すごい焦りました。なんか床がどんどんなくなっていくバージョンもあるんですよ。これはもうひたすら避けてればいいのかな。上のボールに当たらないから緑を頑張って避ける。よしよし、これもう最初は簡単ですね。多分後半になっていくとスピードが上がってくるんで、よいしょ、今ちょっと簡単ですね。あ、やばい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 、ああ、怖い、あ、怖いよ。早かった、今カメラが見にくい。あ、やばい。ああ、ぶのい、あぶな、あ、やばいやばい、あった。え、めっちゃ簡単でしたね今の。え、これ何ラウンド目だろう。4ラウンド目かな、もしかして。残り何人だろう。え、次ラストじゃないですか、もしかして。次5ラウンド目、ファイナルステージ、もしかして。行ったことないですよ、ファイナルステージ今まで。あれ、違うのかな。ちょっと早とちりしました。多分これは
これが4ラウンド目か。びっくりした。これをクリアしたら、ファイナルステージ行けます。あれ？すぐ終わっちゃう？この動画。これは壁が迫ってくるんで、避けるっていうゲームですね。すごい、結構簡単なんですけど、最後巻き込まれ事故多発のステージなので、その巻き込まれないようにだけ気をつけます。ゲームが下手とはいえ、集中してやります。真剣。あ !1 位取ったことないんで、本当に、1位になれたら最高だし、ファイナルステージも行ったことないから、ファイナルステージ行けたら最高だ。あ、なんかやばい。さあ、そろそろね、巻き込まれ事故多発になってくる頃です。うわーって来るときに、すんごい巻き込まれるんですよ。もう集中。あ、これですね、これ。もうこれ先頭にいた方がいい、多分。先頭にいれば多分落ちることはないでしょう。怖い怖い怖い。むしろ前に落ちそう。やだ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 。あ、すごいすごい。あ、あ、何何、これ。やったー、イエーイ、ゴール、めちゃくちゃ嬉しい、初です。おお、ぴったり10人になりました。じゃあこの10人で最後の1位を決めます。やばい、こんな早くファイナルステージたどり着けるなんて。うーわ、これファイナルステージ、これ結構実況とかで見るんですけど、すっごい難しそうです、これ。あそこを R2 で、あそこにたどり着いて R2 で王冠を掴む。あはーん、戦闘じゃない。頑張りたい！もう集中。だって！あ、しかし、あ、すごい、なんか緑どうした？やばいんじゃないの、これは。どうなってるんだ、今。うわ、向こうに。ああ、もうチートチート。あ、でも倒れてる倒れてる。ここをうまく通れれば、通れれば。ね、お願いお願い、いじめないで、ブロックさん。あ、これは無理だ。でもあそこの王冠。見えた、今ゴールするのが。めちゃめちゃ早い、この人。おめでとうございます。いいなぁ、過去一番惜しかった。私にとっては初めての5ラウンド目だったんで。ガナジー。